お疲れ様です。あ、お疲れ様です。さあ、というわけで今日はデビルマリアの涙、牧村金四郎役の大津田先生にインタビュー動画を撮りたいと思います。パチ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 。どうでしたか、あのデビルマリア。なんだかんだ1年半かかりましたけど。ああ、まあなんか気がついたら長かったですね。撮り終えてどうですか、ラストシーン。あの牧村のラストシーンを撮り終えて、いやー、まあそういうことですかっていうことですね。何も言えないですね。まあ非常にちょっと、まあ、寂しい思いでいっぱいですけどね。1年でも考えてみたらフランケンアイルの頃からなんで、フランケンアイルがもうね2020年、今2024年でしょ、足掛けね、丸3年、4年。そうですね。僕ちゃんと亀吉でも飛んだし、フランケンアイズでも飛んだし、忙しいな。でもね、本当にあのネット上に牧村ファンめっちゃいるのよ。そうですか。本当にあのコメントとかも、まだフランケンアイズのページとか、6カメのページにも、牧村ファンのファンですとか、牧村さんのスピンオフ出ないんですかとか。スピンオフ。まあ、でも実はあのこのデビルマリアの原案って本当は牧村のスピンオフだったの覚えてる？ああ、言ってたね。そうそう、本当は牧村少年物語みたいな感じで、牧村外伝としてリリースする予定だったのが、まあ、最終的にデビルマリアに合体して、なんでかと牧村だけの話だとちょっと面白くないかなと思って。まあまあそれはそうやね。それで牧村のマリアちゃんが出てくるっていう。はいはい。いやのね、いやいやいや、確かに。まあでもあの一旦これでね、牧村シリーズは終了なんですけど、はいはいはい、またこれからもね、私ザイオンはまだまだ先に書いてるし、はいはいはい、またいつか本当にね、そうですね、牧村以外のキャラで、まあ牧村はもういいだろうっていう声もあるんで、ある意味身内からはね、身内からはもうね、これでいいだろうって言ってるんで、また違う役としてね、はいはい、出てもらえる。あの標準語だけ勘弁してください。標準どうやっても無理でしょ。あんま無理ですね。もう関西弁オンリーであれば全然もね。会社の宣伝とかしなくていいですかって。大丈夫ですね。じゃあまたあのね、次の機会があった時は、はい、ぜひ。じゃああのネット上のあの牧村ファンの皆さんに最後の一言お願いします。はい、あのありがとうございました。すごいあの楽しい収録の会で。結構気がついたら長いのですが、という感じですね。まあ、またあの改めて機会があればですね、あの皆さんにお会いをお届けできたらと思いますので、今後もよろしくお願いします。もうあの声優として食ってた方がいいんですか？ありがとうございました。